サザンさん入ってよ。ほら、ウサギ亭だから。ほら、ウサギ亭で。そう、ウサギ亭書いてあるから。じゃあ入ります。はい、入ります。裏口の前に、裏僕に、はい、裏から、え、裏、え、どっから入る、タクシーの裏、ああ、ごめん、裏口から、違うんです、裏口から入って、ちょっと待って、ごめんなさい、ありがとうございます、裏口から入って、ここ、臨時がこんな綺麗な道だった、違うんだよ、ここもね、来たいのよ、みんな女子が、これ女子率めっちゃ高いよ。そこちゃん行かないの、おしゃれ居酒屋。俺ら世代入れてくんないんじゃない？俺ら世代入れてくんなんて。おしゃれ居酒屋だ。おしゃれ居酒屋じゃねえだろ。あ、それ違うんですか？あ、どう？ほら裏から入れんの。どの行く？そういう、そう、その提灯とこだよ。ビップ？そう、ビップ、ビップ、ビップ裏から。ビップ裏から行ってくれと。これいいっすね。思ってくれる。ヤジチャリンコここに止めるべきだよ。ほら、これ普通の家じゃんだって。あ、ピーポンピーポン鳴らし。大丈夫これ。山本ですけど、山本ですけど、ね、全然予約と違う名前鍵閉まってるよすごい、サンタさんすごい、靴は脱ぐ感じ、あ、靴は脱ぐ感じ、入らない、そういうなんか、あ、私ちょっと、あ、そう、あと、ホッピーやから持ってきやなんすか、なんすか、なんや、なんか面白いこと言わないのかなと思って、今のあ、2回、ねえねえねえ、えすごい取り締まるよ、基地あるよ、普通に基地？基地いいだよ、いいだよ、これ基地3階もある、3階もある、あ、そうなんだお風呂も、すげえお風呂もあるんだって、どこ座ればいい、いやいや、どこ、ここでいいんじゃない、これつければいいんじゃない、これつけて、これ、だって1個つけようよ、じゃん、ヤマピンみたいじゃん、ヤマピンみたい、これカトリ線香が大事なんだよ、カトリ線香が、カトリ線香がこれ大丈夫、ヤジ、梅酒、梅なんだもん、でもちょっとほら何飲む、あ、俺ホッピー飲もう、絶対言うと思う、あ、絶対言うと思う、達人ホッピー、梅酒ホッピーなの、ホッピー変えようよ、ホッピー待って、達人ハタル、お、だからほら、あった2軒目あったっつと、ザワさんでね、ザワさんでお会いして、じゃあ今度行きますっつって登録してたんですよ、あ、マジっすか、達人も、いや私結構映ったりしてる、サウザー、サウザーです、じゃあ金宮もらおうよ、金宮、あ、じゃあ金宮一本ください、金宮で、あーと思った、はい、なんか麦茶書いてあんまり、だからなんで麦茶書いてないのかな、どこだよ、知ってるよ、ちゃんと聞いてるんだ、炭酸で、はい、ねえ、すみちゃん何杯、こっち開けてなかった、まあいいんだ、いいんだ、そういう細かいの、嫌なことそういう情報って必要ですよね、どうぞ、とりあえず乾杯しましょうか、はい、まあ行きましょう、はい、はい、イエーイ、よし、あ、キノコ盛り、いいね、いいね、イエンさん、はい、いいね、この音、キノコいいじゃん、いいね、なんだっけ、あの歌嫌いなの、キノコのコノコ元気な子みんな知ってんだ、俺は全然知らないじゃん、みんな知ってんだ、北斗知ってんだ、みんな北斗知ってます、ありがとう、なんかすごい、ただ冷やしトマトで食いたくないじゃん、ね、なんかちょっとトッピングがちょっと違います、逆だよな、そうですよね、そうだよ、どうこれ、芋ってやつ、これあのなんだっけ、あんたのあれじゃないの、理想とするサイズじゃないじゃない、俺の理想は、ね、地元にはイカスリ、でもさ、誰先生になったら、先生なんか卒業式まで優しくなった、もう逃げて、逃げて、そうそうそう卒業式だけは、3兄弟だけは、こんな動画立ててる、いや、見て、あ、お、うわぁ、すごい、ウニの味を大事、あー、なるほどね、ウニをね、あー、なるほど、食レポしてみかる、すごい、すごい、うまい、ベロってやらない、うまい、うまい、濃厚じゃん、本当に美味しい、本当にうまい、これ。うまい。うん。いや、自分でやりたいって言うんだけど、私のことです。私から直さんに言えって言って。あ、すごい！これ一人前なの？一人前。一人前だって。これだよ、赤もんでらのとこの麺。そこ高橋くん、
写真撮ってきた。そうだね、絶対、うん、あそこの麺屋さんね。あそこ細麺ないんだ。じゃあ、おー、ホクホク。忘れてたって言って入れるよ。なんかもらって あ、ありがとうございます。これだけでいいよ。これだけでいいよ。俺それニンニクのちょうだいよ。1個だけで。ちょっとヤスさん行ってみてくれ。ヤスさん面白いタグがですね。ヤスさん、うん、はい、ヤスさん、ヤスさんに1個。なんで、なんで俺なんすか。いや面白いタグが多いかな。あんま言わないっすよ。コメントいいよ。美味しいコメントすごいよ。笑うんかも。高橋さんバージョン、カツアヤあるよ。高橋さんも俺カツアヤあるよ。一応高橋さんも俺下だから。カツアヤありますよ。俺ヤシと同じ。大豆の風味が追いかけてきました。追いかけた。みんなお店のインスタだから顔だけ大丈夫です。全然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 。すごいビフィセ。あ、すいません、ちょっとお邪魔して。顔は出ないように。全然大丈夫です。はい、すいません、申し訳ないです。あ、すいません、よろしくお願いします。あの、俺、ごっちゃんと。あ、そうなんですか。知り合いで、ごっちゃんの中心に。よろしくお願いします。今撮ってるよ。今撮ってますよ。達人撮ってる。撮ってる。うるさいよ。撮ってる。大丈夫ですか。これ松坂のとこだな、これ。いやいやいや、違うっけ。ボス、あれ、あ、違うか、あれ。あ、ここ、ここ。そうですよね。これはシャツ。あ、そうなんだ。そのシャツはすごいし。おシャツがね。あった顔消せっつイエーとか言って消せっつじゃん、いつも。そういうのうざいから。どうせ消せって言われるのに。